こんにちは、のりたろうです。今回の動画はアンティークコインもモダンコインもコインコレクター全員に関わってくる話になるのではないかなと思います。アンティークコインとかモダンコインはとても匿名性が高く、なくしたり盗まれたりするリスクはあるものの、相場の増減なんかも非常に穏やかで相当安全な資産になります。そしてこのようにとても小さいので、こっそりお子さんとかお孫さんにこう渡してしまおうと思えばすぐできるので、そうやってしまおうかなという考えておられる方ももしかしたらいるんじゃないかなと思います。それはバレないように渡すのは簡単です。その時はうまくいくかもしれませんが、その後の相続されたお子さんがこれを売る時のことを考えられたことはありますでしょうか。こっそり渡してしまうと脱税ということになってしまいます。それでは脱税っていうのはどういう刑罰になるのかというのを見てみましょう。脱税をした本人に課される刑罰は10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、または兵科で、両方課されるということですね。ということで、罰金については脱税した額が1000万円を超える場合、脱税した額まで増額されますと。でこれらの刑罰に加え、行政処分として加算税や延滞税を課されます。あとは加算税の一つである重加算税というのは、納税額を意図的に隠蔽し悪質だと判断された場合に課されるもので、税率は 35-40% と非常に重いペナルティーですということで、やっぱり脱税をすると、それがバレた場合ですね、非常に大変なことになると。お金を損するだけではなくて刑罰を食らう可能性も出てきてしまうと。アンティークコインなどはものによっては、5年10年経過すると数倍の値段に跳ね上がってしまうことがざらにあります。ということは、こっそり相続されたものが、その時は大した金額じゃなかったものが、10年とか何十年か経って売った時にとんでもない金額になってしまっている可能性が非常に高いということになります。そうなると売る時に多額の現金が動くことになります。で数万円のコインが売れたぐらいでは何ともないと思いますが、脱税になる金額といえば年間110万円の所得税の控除を超えると、結構110万円超えると大金ですよね。そのような大金が動けばやはり目立ってきます。ましてや渡した時にそのぐらいの金額だったものが10年20年すると1000万円ぐらいになっててもおかしくはありません。そして来月の7月から新円切り替えが行われますが、新しい紙幣とかましてや CBDC のような、デジタル通貨に移行してしまえば、今のビットコインのように匿名性がなくなって、いつどこで誰が使ったのかなどの履歴が全て追えるようになります。お子さんとかお孫さんの代っていうのは間違いなくそのようになっていると思われます。ということは、大きなお金が動いたら、その時は AI 技術も上がっていると思われますので、わざわざ税務員が税務署で調査しなくても、税務調査が来るというよりは、その時は AI なんかで怪しいと判断されたら即預金口座が凍結されるっていうようなことも想定として簡単にできるようになると思います。そうなったら、善意で財産を渡したつもりがお子さんやお孫さんをもしかしたら犯罪者にしてしまう可能性すらあるというわけです。なので脱税は絶対にしない方がいいと思います。そしたら税金は取られる放題なのかというと、そんなことはありません。例えば一般的なお話ですね、個別具体的ではなくて一般的なお話としまして、1000万円の購入額のコインをお子さんとかお孫さんにこう贈与したとするとですね、円満相続税理士法人さんのホームページからこんないい表があるので、こちらを引用させてもらいますと、1000万円以下であれば贈与税税率は 30% かかってしまいます。普通に贈与税を払うと、1000万円から控除が110万円あるので差し引いても、税率は 30% なので、普
普通に計算すると267万円ぐらいを確定申告の時に贈与税として納付しなければいけなくなります。まあ、もらった方は嬉しいですが、あげる方は1000万円あげて267万円も払わなきゃいけないのは、まあ、ちょっと腑に落ちないですよね。ということで、例えば会社を作成してその会社の財産として1000万円を入れて、でその後経費として赤字を例えば5年ぐらいかけて1000万円作ったとしましょう。で会社を、まあ、作られたことがない方は1000万円も経費作るの、経費とか赤字を作るのってどうやるのかなと思われそうですが、まあ、例えば家が賃貸であればそれを会社名義にしてしまって役員社宅ということにするだけで、例えば毎月家賃が10万円だとしたら、それだけで年間120万円の赤字経費になります。そして水道、光熱費、携帯電話、あとは Wi-Fi の契約料なども合理的に説明がつけば経費にすることができますし、まあ、毎年海外旅行に行かれるとか、まあ、国内旅行でもいいんですけど、旅行に行かれる場合は旅行先でコインショップに立ち寄って SNS にこうアップしたりするなど、まあ、旅行も視察旅行ということで経費にすることができます。という具合に毎年200万円の経費を積み上げるということは決して難しくないわけです。そうなると会社の価値というのは会社の資産額と負債額の、まあ、貸借対照表の合計で見るわけなので、まあ、資産額が1000万円と負債額1000万円を足すと、まあ、限りなく価値がゼロな会社っていうのを会社ごと渡すと事業継承ということになります。そうなれば、まあ会社作成に7万円で私のコンサルなんかを受けたとしても15万円かかったとして合計22万円で、毎年の会社維持にかかる均等割という税金が毎年7万円かかるとして、まあ、5年間で、設立費用と維持費で57万円ぐらいになります。まあ、ただ経費で赤字を積み上げるだけの会社であれば確定申告も税理士なしでできると思うんですが、まあ、心配であれば例えば最初の1年目だけ税理士を入れるというような感じにすれば、まあ、安いところに頼めば12、3万円で頼めますので、まあ、合計しても70万円ほどになります。ということで先ほどの贈与税267万円と比較すると、まあ、少し手間はかかりますが、200万円ほど差が出てしまいます。しかもお金を払う先が税理士とか、まあ、やっぱり実務での対価なので、ただ贈与税で無駄金を垂れ流すよりも納得のいく出費になるかと思います。そして何よりこのように会社を事業継承で渡した後に受け取った側にものすごいメリットがあるわけです。まず第一に犯罪者にならないということです。まあ、これはメリットじゃないんですが、まあ、知らないで渡されて犯罪者になってしまったら本当にかわいそうだと思いますので、まあ、メリットの一つでもいいかなと思います。そしてそのコインを売りたい時にめちゃくちゃメリットがあります。で売る際に会社の資産をこう売却して現金化したとしても、もともと負債が1000万円の会社だったりするので、まあ、例えば値段が上がってしまって1500万円でコインが売れたとすれば利益がまあ500万円ほど出ますが、まあ、例えばその分利益分で事業に必要な会社用の社用車を買ったとします。で例えば4年落ちの中古車の高級車を最初の月1月で納車で買ったとしたら、まあ、相当な額が経費で落ちたりしますし、車の耐用年数は6年なので資産価値もすぐにゼロになります。っていう具合にもらった側も税金の知識をこう身につけて経費をうまく使えば、そこでも税金を相当安くすることができるばかりか、そのことによって、まあ、これが一番のメリットだと思いますが、お金持ちになるための必須の知識と言ってもいい税務知識までも身につけられるわけです。ということでお分かりいただけましたでしょうか。まあ、最初の話に戻しますと、こっそりこれを相続させてしまった場合は最悪の場合は犯罪者になるリスクがあります。
まあ、ならないにしても相当なストレスを抱えて生きなくてはいけません。それと比較して会社を作ってそれごと合法的に渡した場合は、出費も70万円程度で、まあプラスアルファ未来永劫お金に苦しまないための知識っていうのが身につけられるわけです。何百万円も税金を払いたくないと思えば、それこそ必死に勉強しますよね。なのでほぼ自動的にそういった知識も身につくということになります。そしてもしかしたらこれが一番最悪かもしれないのが、贈与税を払ってそのままコインを贈与するパターンです。こんなのもらった方はラッキーとしか思いませんし、おそらく散財して終わりかなというパターンが一番考えられるパターンじゃないでしょうか。やっぱり大切なのは、こう魚を与えることではなく魚の釣り方を教えることではないでしょうか。なので、まあ、今回お話ししたような内容に加えて、今度6月15日にそういった資産防衛に関するスペシャリストであるミスター T 氏も特別講師でお呼びしまして、ワークショップ第2回目を開催しますので、まあ、あくまで個別具体的な話じゃなくて、税務の税務知識なども一般的な知識になるとは思いますが、そういった税務知識だけではなく、今後日本とか世界に起こりうるリスクの話とか、それに対していかに資産を防衛していけばいいかというような話で、それにはアンティークコインとかモダンコインとか、まあ、そういうどういうコインが適しているのかという話を、まあ、一方的にこちらから話すのではなく、参加者のニーズに応えられるところは答えながらの双方向に対話する形でお互いに作り上げていくっていうのがセミナーではなくてワークショップとなっているゆえになっています。こういった知識を身につけられるワークショップは他にないと思いますので、将来のお子さんとかお孫さんのためにもなりますので、お時間がある方はぜひご参加お待ちしております。ということで今回のお話は以上になります。いつもご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。